皆さんこんにちは、クリームのみくです。今日はすごい暑かったんですけど、午前中からテレビの撮影がありました。8月の3日木曜日にメーテルさんで放送がされるので、ぜひよかったらチェックしてみてください。よろしくお願いします。でその後は午後は予定があまりなかったので、私はなんとポケモンの映画を見に行ってきました。劇場版ポケットモンスター君に決めた。これもう私今年27になるんですけど、私ぐらいの世代にドハマりの映画だと思います。ほんとなんか大人ってうまいなって思います。7月の15日に公開されたばかりなので、ちょっとね、詳しいことは言っちゃうとネタバレになっちゃうので言いませんが、ピカチュウがモンスターボールに入らない理由、そこですね。もうそこがもうめちゃくちゃ感動したんです。もうこれ本当に皆さんに見に行ってほしいです。私たちぐらいの世代だと、あー懐かしいって思うようなシーンが本当に最初から最後まですごくたくさんあるので、本当に見に行ってほしいです。まあ私が作った映画じゃないんですけど、めちゃくちゃ見に行ってほしいです。映画を見に行った人だけがマーシャドウっていうね、このポケモンもらえるみたいなんですけど、これ私ちょっとゲームを残念ながらやってないので、ちょっとねゲットできないんですけど、なんかポケモンのゲーム超久しぶりにやりたくなりました。これグッズとかが映画館に置いてある中にゲームのソフトとあれ本体売ってたら、もうこれ絶対買っちゃうなって思いました。これ見る人全員にもらえるのかな。やっぱサトシのピカチュウが一番可愛いね。いろいろ買ってきたんですけど、パンフレット、私映画見終わってからいろいろ買った後に最後にレジの上の方にこれがあるのに気づいて、もう一回買いに行ったんです。これは買った私から言うと、映画を見る前にこれをまず買ってほしいです。これを買ってから映画を見て、見終わった後にすぐこれを開いてください。そしたら私の言ってる意味がわかると思います。はい、あとはこちらのソフトケースで、私世代の人ならわかると思うんですけど、幻のポケモンがいっぱいいるんですよ。ちなみに私は野生では多分ライコーに1回だけ会ったことがあって、エンテには何回か会ったことある気がします。あとクリスタルバージョンだっけ、あのゲームの時に必ずスイ君がゲットできるので、ゲットしてましたね。これこちらガマ口のお財布、これなんかすごいちっちゃくて、ちっちゃいカバンの時とか使えるかなって思いました。めちゃくちゃ可愛いです。映画を見たらもうとにかく私は虹色の羽がすっごい欲しくなったんですよ。でなんかリアルな虹色の羽なかったんで、こちらのストラップで我慢しました。ラバーストラップ、これ何が出るのかわからないんですけど、ここに種類がいっぱい書いてあって、ピカチュウが出ることを祈りつつ開けてみようと思います。私はポケモンはすごい好きなんですけど、まあ特にダントツでピカチュウが好きですね。さあ何でしょう。じゃん。あ、嘘。マジで。ピカチュウ出たんですけど、やばくない？やば。これマジでピカチュウ出なかったら私また買いに行こうと思ったんですよ。本当に？マジで？という感じで、皆さんぜひ劇場版ポケットモンスター君に決めた、ぜひ見に行ってみてください。めちゃくちゃ並んでるんです、ピカチュウが。これはなんか手作りでカゴを作ってくれました。この引き出しの中にピカチュウが入ってます。こんな感じでたくさんいろいろ入ってます。でなんかこれはフォン5かな、作った時にこれ作ってくれて、名前ミクって書いてあって、
もうね、使いすぎてね、めちゃくちゃピカチュウ汚くなっちゃって、それでちょっと使わなくなっちゃったんですよね。もうなんか一個一個が大事すぎて、このトミカとかめちゃくちゃ可愛い、もう大事すぎて全然開けられてないっていうね。あとね、これももらったんですよ、これゲーム反撃ジャンピングピカチュウ。これね、プレイ人数は2人から4人なんで、クリーム3人なんでいけますね。今度みんなでやろうかな。